どうもこんにちは。即解釈の久保です。今回の舞姫大学特別講義は、どの SNS を使ったら最も効率がいいか、最も有利かってことですが、まあ、私の立場から言えるのはですね、YouTube、まあ、これが9割有利なんじゃないかなっていうところですねで。これはですね、えっと、Twitter に至って私20個のアカウントを使って、全部で10万人のフォロワーを維持していた時もあったんですね。そして、 まあブログですけどもブログの方はね1万4千個のブログを作ってそこでアフィリエイトを作ってきました売り上げを1億円以上上げたのもこのブログの作成3年間で1万あ1 4000ですかこちらの方が大きいですねで今の時点で Twitter とブログと YouTube を比較したときに私はね YouTube をやっていて YouTube からのお申し込みによって今でも関係が続いているよっていうふうな関係値ですね これを視聴者さんと強く持っているというところはあります。また、即価塾の塾生さんも圧倒的に YouTube からの流入が多いです。しかしですね、Twitter から何かフォロワーさんとの関係性がすごく強くなったよとかね、Twitter から即価塾の申し込みがあったよとか、Twitter を通じて売上入金があったよってことは、これはね、非常に少ないですね。まあでも、YouTube ではない 関係値がツイッター独自のものがね、作れるというところで言えば、まあ私ツイッター今でもね、一つのアカウントを残して、その一つのアカウントで、まあまあ趣味の発信とかやり取りはしてるんですよ。そこから売り上げってことは、やっぱりほとんどないですけどね。さあそしてですね、ブログなんですけども、ブログはですね、アフィリエイトには向いていたんですが、うん、やっぱりブログと YouTube を比較すると、これはね、堀江貴文さんの言葉を借りると、大体2%ぐらい。 だそうなんですよ何が2%かって言うと YouTube の視聴者さんのだいたい2%ぐらいしか文字を読んでくれないとつまり YouTube ってのは能動的に情報を受け取ることができるんで楽なんだけどもブログは他の活動をやめて文字を読まないといけないからブログだけしか読めないっていうねそういうことになるんですよ YouTube はながら劇とかながら見っていうのがね中はテレビのようにできます YouTube を見ながら食事を取るとか YouTube を流しなががらなんか作業すするととかってことができますよね、まあ、つまり情報をテレビのようにこうじゃッとね浴びるんだったらいいんだけども積極的に勉強しようと思ったらやっぱり文字から取っていくブログになるそうなんですよ。その割合が2つまり堀江さんの場合は YouTube のチャンネル登録の2%ぐらいがメルマガの読者だっていうところから大体。あだいたい 文字で勉強しようとする人っていうのは2%ぐらいなんだなといわゆるこの人たちが頭のいい人なんだなっていうふうに考えてるそうなんですよ、まあ、ですんで文字で伝える時は堀江さんは結構ね、えーまあ、レベルの高い文章を書くでも、まあ、YouTube っていうのは対談相手がいたりとかその雰囲気があったりとか間があったりとか編集ができたりとかっていうので視聴者さんに見やすいようにわざわざ作り上げてるそうなんですよね まあそういったところ私も結構同意できるなってところがありましてやっぱり YouTube でね関係値を作った後は本当にねやっぱりこうマントゥーマンで何かを学びたい人ってしっかりとメールでねお悩みとかね相談事を書いていきますねえそして私も動画やメールでお答えするって形になりますので間口を広げるのは YouTube まあこれはテレビを見るようなもんですからでファンレターみたいな感覚でやっぱりね直接 発信者の方に、YouTube の発信者の方にメッセージを送って、深い関係者を築くのは、やっぱり文章、文字だってことになるのかなと思いますね。ただやっぱり YouTube、YouTube って私の立場から押したいんですけども、うん、顔出しをしたくないとかね、喋りがいけてないとかっていう風に感じる方もいると思うんですよ。まあ、ビジネスでやる以上は、YouTube を最優先に持ってきて、で、自分がちゃんとね、顔出しをするにも、しないにも、 自分の力で表現するってことは養ってもらいたいなと思いますが、まあその辺どうしても苦手な方は、その意識改革と技術改革をそっかの方でもさせていただこうかと思いますので、まあぜひね、ご相談いただければと思います。まあ何にしても今の時代、YouTube を制するものが全てを制します。やっぱりね、ブログや Twitter で100万人、1000万人っていうフォロワーさんは難しいですけども、YouTube ではそれがね、可能ですからね。 やっぱり私もね、こうやって1万5000人ほどのチャンネル登録者さんいらっしゃいますけども、今ね、Twitter やね、s t a g r a m で1万人のフォロワーを抱えるっていうのは、これなかなかハードなんじゃないかなと思います。ブログでもね、ブックマークを1万人以上っていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思いますよね。やっぱり時代はテレビから YouTube、YouTube で国政制度を作ってるところも2つぐらいありますしね、3つか。 いつですね賛成と NHK と令和新選組これ見ただけでもすごいですよね。ということで YouTube がほとんどの方に向いてるんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか